皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。さて今回はジャガールクルトの新作見ていきたいと思います。ウォッチ&ワンダース2023もう後半に入ってまいりましたけれども、引き続き楽しんでいただければと思います。でしつこいようですが、他のブランドについてもまとめております。合わせてお楽しみください。それでは今回はジャガールクルトの新作見ていきましょう。今こちら開いているのがウォッチ&ワンダースのサイトになります。今回ジャガールクルトのテーマはザ・ゴールデン・レシオですね。黄金比というのはざっくりですけど1対16、18くらいですか。で、黄金比といえばなんですけど、今回ジャガールクルトレベルソーですね。レベルソーのケース有名な話ですけれども、黄金比になっております。まあ、つまりは今回はレベルソーを頑張りましたよっていうことですね。今回もジャガールクルトさんの新作、本当に頑張りすぎなんじゃないかなと思うぐらい頑張りすぎてます。見ていきたいと思います。まずはこのぶっ飛び機構のものから見ていきましょう。こちらレベルソーハイブリスアーティスティカキャリパー179ですね。ハイブリスとつくシリーズ、ハイブリスメカニカ、ハイブリスアーティスティカ、この2つがあるんですけれども、今回タジクトゥールビオンの中では第4作目になる作品だそうです。タジクトゥールビオンっていうものはどういうものかというと、はい、今映ります、ここです。これがタジクトゥールビオンですね。くるくる回ります。なんだこれってなると思うんですけど、まあ、その名の通りですね、軸がたくさんあって回るので、通常のトゥールビオンよりも複雑な動きをします。通常トゥールビオンどのような動きをするかというと、トゥールビオンに通常も何もないんですけどね、まあ、いわゆる普通の多軸ではなくて、中心に軸を置いて回すタイプのトゥールビオン、どんな感じかというとこういう感じです。こういう回り方をします。これがいわゆる普通のトゥールビオンで、軸を持たせて回すためには当然この軸を通すためのこのブリッジがないと無理ですよね。ということで、通常トゥールビオン表もしくは裏にこういった軸を支えるブリッジが通っています。がしかしですね、それだと3次元に回すことはできないですよね。ということで、じゃあこれどうやってるのかというと、このような形で外に歯車を持たせて外側で回すような形になってます。いわゆるペリフェラルトゥールビオンの一種になると思います。ここで回っていると、外で回すことによって軸を多次元化できるという、まあ、そういう作りなんですよね。もう意味不明ではあるんですけど、ジャガールクルトさん最近やっぱこういうとんでもない機構のものをたくさん作ってますからね。もうなんだろう、らしくなってきたような気がしますね。今年もうんだねっていう感じにもうなってるのかなと思います。他のところもかなり見応えのある作りではあるんですけれども、やっぱりそこを映えさせるためにある程度抑えた感じにはなってるかなと思います。それでも細部まで作り込んだデザインになってますから、どこを見てても見飽きない時計なんじゃないかなと思います。ただこれジャガールクルトのモデルの中でも最上位に位置しますから、実機を見れる機会っていうのはほぼほぼないと思います。例えば昨年の新宿伊勢丹で行われたイベントがあったんですけど、そういったものがあればもしかしたら展示される可能性があるかもしれないので、そのチャンスに期待したいと思います。さて続けてもう一つトゥールビオン見ていきたいと思います。こちらは多軸ではないんですけれども、真ん中を中心に回っていくというタイプのものです。ただですね、これももうご覧いただいて気づいてる方は気づいていると思うんですけど、軸がないんですよね。軸がないというか、軸を支えてる部分が見えないっていうんですかね。どういうことなのこれは。ここ裏面です。軸、これ何で支えてるんですかね。軸がないですね。裏面ブリッジ風に見えるのが固定4番車みたいな形になってるのかな。そこを軸として回っている。なので言い換えると、ブリッジの軸部分の真ん中をくり抜いてでかくしたみたいな感じでしょうか。これもまた不思議な回り方してますよね。表面も軸ないですね。軸ごと回ってる？いや、表面は天付しか見えないですね。これヒゲゼンマイどうやってついてるんだろう。不思議なヒゲゼンマイのつき方をしている。もう単なるトゥールビオンは作らなくなったんですかね、この会社は。さすがです。ちょっと写真の方でも見ていきましょう。こちらが表面の写真ですね。ちょっと遠くて見づらいので、もう少しアップしたものこちらです。ああ、なるほど。ヒゲゼンマイここについてるんだ。ここから S 字でついてますね。まあ、ちょっとだいぶマニアックな話ですけど、これは珍しいというか見たことない構造なので、おそらく独自開発なんだと思います。で、表面にも当然軸はなくて、こうくるくる回ってる部分しか見えませんよと。で、先ほど動画の方で見た
裏面ですね、裏面のトゥールビヨンですけれども、通常ここがブリッジになってて一本棒があって軸を通すっていうスタイルが通常なんですけど、これやっぱここで回してるんですね。なんでこれもおそらくペリフェラルトゥールビヨンの一種になるのかなと思います。そんなことは書いてはいないんですけどね。ここにはネベルソの構造デュオフェイスだからっていう作りなんだと思います。マスターとかであれば通常腕につけてしまえば裏面見ることっていうのは普通はないので、表側から美しく見えるってことがとにかく大事だと思うんですよ。もちろん裏面も抜かりはないんですけど、それ以上に抜かっちゃいけないのがやっぱりレベル層なんですよね。どっち側も表として機能する。そもそもこのデュオフェイスっていうものは裏面という概念が存在しませんから、どっちも表になる可能性があるんですよね。つまりどっちから見てもトゥールビヨンが美しくなければいけないということで、こういう形が取られているわけですね。こちらのトゥールビヨン、これも普通のトゥールビヨンかなと思ったら全然普通のトゥールビヨンではなかったというものでございます。さて続いてはこちらです。レベルソトリビュートのクロノグラフが登場しました。クロノグラフ、昨年はカレンダーが登場してあれもかなりの人気モデルになってるんですが、今回は同じサイズのケース、厚みだけちょっとクロノグラフが乗った分厚くはなってるんですけど、 0.2 ミリぐらいですかね、厚くはなってるんですけれども、縦横サイズはカレンダーと同じものになってます。そこにクロノグラフを搭載しましたよということですね。で、こちらご覧になっていただいて気づいてる方多いと思います。左側に今プッシャーが来てるので、要するに裏返した状態、裏面っていう言い方がちょっと難しいですね。さっきの話からだと裏面とは言わないと思います。デュオフェイスのその二面側っていうんですか、B 面側っていうところにクロノグラフが搭載されてますよと、まあ、そういった作りです。なので通常はこっちがメインで使う文字盤になるのかなと思います。青い方をメインで使っていただいて、こちら二芯、シンプルな二芯ドレスウォッチなんですけど、実はクロノグラフ隠し持ってますっていうのがこの作りですね。もう一回見てみましょう。はい、こちらにクロノグラフを積んでいます。垂直クラッチを積むと熱くなってしまうということで水平クラッチで実現しているそうです。にしてもこれだけ狭いところに水平クラッチ積み込んだのもすごいことですけどね。積算系がレトログラードなのも面白いですね。この 6G1 にあるのが積算系、30分積算系で30分経ったらこっちに戻るというレトログラードの仕様になってます。クロノグラフの醍醐味となる歯車類の激しい動き、そういったものをこの辺肉抜きすることによって見せているっていう点もすごく好感が持てる部分ですね。すごく時計好きとしては嬉しい部分なんじゃないでしょうか。こちら2種類出てます。ゴールドケースを使用したものとステンレスケースを使用したバリエーション、2種類出てますね。先ほどのトゥールビヨン2種類に関してはお値段お問い合わせくださいになってるんですけど、クロノグラフの方はお値段ありますね。金の方が563万2000円、ステンレスの方が321万2000円となっております。では続いて見ていきましょう。こちら三芯のレベルソトリビュートスモールセコンドですね。もともとあったバリエーションではあるんですが、今回リニューアルということで、何色か登場してますね。ステンレスのモデルもあります。この白文字盤だけステンレスのモデルになります。レベルソトリビュート、今現在も販売されているものあります。ステンレスチールのモデルが青、それから赤、そしてグリーンありますね。それがリニューアルという形になって今回登場。これがオンラインプレミアっていう風に書いてあるんですけど、これオンラインでしかおそらく買えないモデルだと思います。黒文字盤も登場しています。で、今回の金のこのバーガンディ、実は地味にリニューアルされてまして 7.56mm、 厚みが変わってます。もともと何 mm だったのっていうところなんですが、もともとのサイズはこちらの厚みが 8.5 です。なので約1ミリぐらいですかね、薄くなっています。薄くなることでよりドレッシーに、よりエレガントに付けこなせるようになりましたよと、そういったリニューアルでございます。レベルソのケースは結構つどつどマイナーチェンジが行われますので、どこが変わったのか一瞬わからないことが多いんですけれども、よーく見てみると、まあ、確かに違うなみたいなところが多かったりするので、レベルソを眺めるときはぜひサイズ感に注目していろいろ見てみると面白いと思います。そして女性用モデル2つ出てますね。こちらは首から下げるタイプのネックレスタイプのレベルソー、こう可愛いですね。ジャガールグルトというブランド、女性用のジュエリーウォッチを作っていた歴史っていうのもあるので、それの最新版という形になるでしょうか。ネックレスタイプ、首から下げるので自分が見るときは裏返しになるということで、これ下向いてるわけですね。それから個人的にこれすごく好きです。レベルソー1のプレシャスカラー、ダイヤモンドでラインが作ってあって、その中にこう現代アートのようなグリーンが並んでいたりとか、色違いもありますね。ブルーがあったりとか、切り張りしたアートのような作品、これ個人的にはものすごく好きです。はい、ということで今回はジャガールクルトの新作レベルソ祭りお送りさせていただきました。トゥールビヨンが相変わらずぶっ飛んでますね。
そしてデュオフェイスのクロノグラフっていう非常に面白い作品が今回出てきたなと思います。ちなみにすでに我々に入っている情報としてなんですが、クロノグラフものすごい人気だそうです。金のケースもステンレスのケースもどっちもものすごい人気らしいので、日本に上陸次第速攻売り切れてしまうと思います。気になった方はぜひブティックの方に問い合わせてみてください。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。